皆さん毎度です。マットです、これはですね、告知動画になります、今週末は近江マリーナさんのトーナメントとなりまして、天気予報はですね、曇りと後、晴れですね、絶好の釣り日和かと思います。はい、ということで皆さんのですね、オーナーさんのやる気をですね、出してもらうということで、おい、まあやる気になるような音というか映像を集めてみました。あの音がいいよな。おい。おい。おい。もう一発。もう一発ですね。次はですね、走行シーンですね。こうやってもスピードが上がっていくところなんかもう最高ですよね。雨のね、低気圧も過ぎ去ってると思いますんで、おそらくは晴れでしょう。風がどれだけ吹くかはちょっと分かりませんけども、まあ、こんな感じでですね、いい天気の中のバスボートに乗るだけでもですね、私は十分ですね、来る価値はあるんじゃないかなという気はしております。ですよね、最近はちょっと人が少ないので逆にですね、湖上が空いててですね、飛ばし放題です。やっぱりバスボードというのはですね、乗ってなんぼじゃないかと思いますので、マリーナに置いてるだけではですね、もったいないんじゃないかと思います。釣れる釣れないはですね、時の運でしょうし、なんて言いましょうか、ね、来てね、ルアーを投げないと釣れるものも釣れませんから、こんな動画をですね、見てるぐらいなら皆さん来られてはいかがでしょうかと思います。ぜひですね、私にですね、エンジン音を聞かせていただければなと思います。せっかくのパスポートですんでね、釣れなかったら恥ずかしいとか、釣れなかったらどうしようと思われるんであれば、私の動画を見てください。これだけですね、釣れなくてもやってる人もいるんですから、そんなに気にすることはありません。まあそんなね、自信はなくてもですね、なぜか朝一はですね、ドキドキしてしまうっていうのがですね、釣りの面白いところかなと思います。ということでですね、今週末6月2日はですね、近江マリーナさんの方の大会の会場で私の方はお待ちしておりますので、ぜひオーナーの皆さんですね、お越しいただければと思います。それでは皆さん、マリーナの方でですね、お会いしましょう。シーア。